ファントムブラッド。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター、吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる二人の因縁の物語、全てはここから始まったのだった。ここは建物の中か。日本のものじゃねえようだが。ここは俺の時代だ。この建物はジョースターさんの。何？ご無事ですかい？スピードワゴン、来るな。こっちに来てはいけない。てめえディオ。貴様は確かスピードワゴンとかいうカス。あれがこの時代のディオか。そしてあの男がジョナサン・ジョースター。もう一人の方は初めて見る顔だな。だがどうでもいいことよ、ジョジョ。お前の奮戦ぶり認めよう。我が夜のしもべたちを相手によくぞ今まで持ちこたえた。だがゾンビは無尽蔵、まだまだ控えておるわ。げっ、波紋の呼吸を整えなくては。ジョースターさん、まずい。戦い続けて疲弊しきってる。行け、ゾンビども。奴にファンファーレという悲鳴を吹かせてみろ。ふん、させねえぜ。君がスピードワゴンの見つけた仲間だね。自己紹介は後でさせてもらうぜ。オープンだけ。存分に肉を剥ぎ、骨の髄を進め。ジョジョ、悪あがきをせず、
俺の命となれ。ストロングフィンガー。やれやれ、拉致が開かねえな。親玉が来い。君のその能力は、ほとばしるようなエネルギー、圧倒的なパワーを感じる。ゾンビの群れをものともせぬとは。貴様、その能力は一体どうした？手こずっているようじゃないか。誰だ？ディオンに似てる？ディエゴ・ブランドーか。ディエゴ・ブランドーだと？ディオの兄弟か？その程度の発想がこの時代の人間の限界というわけだ。おい、くだらないおしゃべりをするんじゃない。おいおい、上から目線で指図するなよ。俺たちは対等。まあいい、貴様とはいずれケリをつけるが、まずはジョジョを始末するのが最優先。ジョジョ、この世界のジョニー・ジョースターか。ああ、何言ってやがんだてめえ。いいとも、協力してやるよ。コンビで奴らを始末する。ジョースターさんは疲労で戦えねえ。かわするなよ、怪物。お前がな、人間もどきが。てめえはこの空城城太郎が直々にぶちのめす。俺っちが相手になってやるぜ。オープンだけ。近隣内からくっついてきた。どうぞ。こんなに素晴らしい力で。
恐竜はそれを全てしばしたモンスターだ。恐竜の動体視力には何も何ごめん命を吸い取る。ストロフィオス、俺の吸血鬼のエキスと循環交換してるてめえ何たまげだぜ。死んでおるなよ。たまげだぜ。このディオが膝をつかされるとは、よくも、いい気になるなよ。貴様ら全員、いつか必ず切り刻んでゾンビどもの餌にしてやる。おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言を。やつとは一時手を組んでいるだけよ。いずれはディオもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。そう、逃げやがったぜ。ジョースターさん、大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて来やしたぜ。スピードワゴン、そういや、あんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたのかを。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロットへ行くはずだった。吸血鬼と化したディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。だがその直前に
異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもであふれかえった。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとう、スピードワゴン。もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。ジョースターさん、すまねえ、仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は？空城城太郎だ。空城城太郎、ジョナサン・ジョースター、そして遺体の案内人スピードワゴン、ここで始末してあげるわ。誰だてめえ。あら、ごめんなさい、あなたとは初対面だったかしら。私はエジプト救衛神の一人、バステト女神のマライア。エジプト救衛神だと？ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとはいい度胸してるじゃねえか。一人ですって？ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ゼペリスさん。誰だ？ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ、セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。セペリさんに目を覚ましてもらわなくては。やれやれだぜ。セペリさん、全力でいきます。捕まえるまでが勝負だな。弟子の始末を正すは死の務めよ。来い。磁力はどんどん強くなる。城太郎、お前をぐちゃぐちゃに押しつぶすまでな。オープンザゲーム。ヘッドリーダー、何をしてしまった。くそ、あっくれてもダメ。もう一つの大きな波紋をぶつける。消えるのはお前の方だと。触れてはいけないものというのは、手伝って。よかろう。触れ
まだ大丈夫だ。残念だけど死んでもらうわ。なうまくいったわい。離れず戦うのがおめえのやり方。気づくのが援護を頼む。行くぜ、こっちだ。セイスリアーサンライトイエロー、オーバードライブ。動きが鈍くなっておる。なかなかやるじゃねえか。てめえら、もうおしまいか。ツペリさん、あなたを信頼しています。だから全力で戦いました。これほどまでの使い手に成長しておったとは見事だが、次にまみえた時こそ決着をつけてくれよ。なめた真似をしよって。覚えてやがる、このピチグソども。待ってください、ゼペリさん。逃げられたか。ゼペリさん、必ず僕が元に戻してみせます。ジョースターさんよ、こいつを受け取ってくれ。今までなんとか守ってきたがよ、こいつは本来あんたのものだぜ。スピードワゴン。ジョースターさん、大丈夫ですかい？すまない、少し疲れたみたいだ。無理もねえ、今までずっと一人で戦ってたんだ。ジョータロー、亀を出してくれ。中に入って休まなきゃな。
遺体はもう集まったのか、ジョータロウ。ジジイ、どうした？ソファーに座っとったら、スピードワゴンに追い出されたんじゃ。ジョースターさんを休ませるとか言われての。わしもジョースターなのに。やれやれ。